今日は、はい、先ほど司会者が開いてくださった旧約聖書一番最後の、はい、マラキ書の、はい、その3章に入ります。今日のメッセージの題は、はい、主に使えるものと使えないものの違いを見る、はい、神様に使えるものと使えないものとの違いを見る、はいはい、私たちはイエス様を信じて、はい、教会生活をするわけです、はい、まあ個人で教会行かないで、ね、祈ったり聖書読んだりする人もいますけれども、はい、原則的には、はい、教会生活をするわけです。教会の一員になるわけです、はい、ですから個人の生活だけではないわけです。教会生活、はい、そして、はい、教会を通して神様に仕える、人々に仕える、御言葉に仕える、はい、御言葉に従う、人々に従う、教会に従う、はい、その働きをするということです、はい、ですからその人と、はい、使えないものの違いを見る。御言葉に使えないで、はい、ただ信じている人、使えないでただ信じている人ということは矛盾に聞こえますけれども、はい、御言葉に従い続ける、ね、聖霊様に従い続けるのと、はい、一回だけ経験をした人との違いがそこに起こるよということを言ってるわけです、はい、マラキ書の、はい、問題は今まで、はい、神様と、はい、この時代マラキ、預言者マラキ、旧約聖書一番最後の預言者マラキとの、はい、この言葉、はい、人々の言葉、はい、その時のやはりこれは未信者ではなくてユダヤ人、ユダヤ教徒ですから信仰者です、はい、聖書の言葉、旧約の聖書の言葉を信じているわけです。父なる神様を信じているわけです、はい、その人々との間の、はい、問答が、神様と人々の問答が記されている。私はあなた方を愛した、ね、どのようにあなたは私たちを愛してくださったんですか、はい、あなた方は神から離れている、私たちはどのように神から離れているんですかという、いくつもいくつもそのような質問と神様の答えが、はいはい、記されております。今日マラキ書の一番最後の、はい、問答になるわけです、はい、あなた方は13節、私に固くななことを言うと、傲慢なことを言うと、高ぶっていると、うん、神に対して逆らうことを言っていると、はい、主は言うわけです。そうすると、はい、人々は、はい、ユダヤ教徒たちは、私たちはあなたに対して何を言いましたか、うん、どんなその傲慢なことを言ったんでしょうか、どんな不信仰なことを言ったんでしょうかと、こう聞き返したわけです。そうすると、あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ、ね、私、神に仕えるのは、聖霊様に仕えること、イエス様に仕えること、教会に仕えること、ね、父なる神様に仕えることは虚しいとこう言ってる、うん、神様の律法を守っても、はい、万軍の主の前で悲しんである、罪を悔い改めたり悲しんだりして歩いても、はい、それが何の益になりますか、うん、虚しい、神様に仕えることは虚しい、信仰の歩みは虚しい、うん、こう言ってると。今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おう、傲慢なもの、はい、また神を信じないものを幸せ者と言います、うん、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れるとあなた方は言ってるでしょう、はい、これは前回もお話したように、はい、ハバクク書にも、はい、ハバククがその問題を語っております、はい、預言者エレミアもまたその問題を語っております、はい、すなわちどうして神様はね、あなたを信じない、あなたに逆らっている者たちが、はい、経済的にも、ね、精神的にも、ね、家庭的にも、ね、祝福で幸福な生活をしているんですかという質問です、はい、詩編の73編の、はい、預言者アサフも、はい、それを扱っております。ですからこのマラキの時代のこの人々も同じ問題を、はい、ここで、はい、言ってたわけです。神様に使えるのは虚しいことだとこう言ってるんです、はい、ここはちょっとね、ハバクや、はい、エレミアや、はい、アサフとは違ってるわけです。神に使えるのは
虚しいことだと。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろうと、こうもう決めてかかっているわけです。断定しているわけです。それで私たちは高ぶるもの、幸せ者と言おうと言って言っているわけです。口で告白しちゃってるわけです、うん、悪を行っても栄え、神を試みても罰を招かれるとこう言ってるんです、うん、はい。エレミアは、ね、どうして神様、ね、この神を信じない悪しき者たちが、ね、平和で健康的で、そして経済的にも、ね、実際的にも、はい、精神的にも、ね、平和な、ね、生活が送られるんでしょうかと言って、彼は神様にそれ聞いてるわけです。聞いてるわけです。今のメッセンジャー道枝伝道師が語っているように、聖霊様に聞いてみてくださいと言いましたけれども、はい、エレミアは聞いたんです、うん、ハバクもまた聞いたんです、はい、それは信仰の行いなんです。不信仰じゃないんです。信仰の行いなんです。その違いがはっきりしているわけです。だけどこのマラクシのこの人たちは、はい、幸せ者だ、ね、罰を免れるとか、ね、虚しいことだと言って決めてかかっているわけです。それでまたそれを公にしているわけです、はい。その違いがあるわけです。アサフの、はい、詩篇の7の賛美を見ると、はい、ね、その悪し者たちが栄え、ね、信仰者たちが毎日毎日心を清め、悔い改めの祈りをしたり信仰の祈りをしても、ね、はい、その実際生活はそんなに変わらないと思って、はい、思うことは同じです。マラクさん悩むわけです、はい、悩んで、そして彼はそのことを自分の家族や、ね、友人たちの前で口にしようかどうかということを考えるわけです。考えるわけです。そして待てよと思って、まず神様の神殿に教会に行って、そしてお祈りを捧げて神様に尋ねるわけです、うん、尋ねると、はい、神様がその答えを教えてくださるわけです。今彼らはこういうふうにこういうふうにね、豊かであるけれども、滅びが突然彼らが神の裁きを受ける、その罪の裁き、不信仰の裁きを受ける時が必ず来るんだから、はい、悪しき者の悩みをこの祝福されるのを見て悩んではいけませんよとこう言ってるわけです。詩篇の37編ですか、34編を見ても同じことを、ね、悪しき者の栄えるを見て悩んではいけないということを聖書神様はおっしゃってるわけです。そしてアサフの、はい、この、はい、告白は、私はあの時、ね、愚かなこの獣のようなね、獣のような考えに陥ってしまいました、愚かな考えに陥ってしまいました、私はそこから、ね、悔い改めて立ち返りました、ね、神様の信仰に立ち返りましたということを言ってるわけです、はい、ということで、はい、これは今の私たちに対する神様の重要なまたメッセージでもあります、はい、アメリカ、ヨーロッパ、世界のこの教会、はい、特にヨーロッパ、アメリカの教会が今どういう中にいるか、はい、皆さんインターネットを見たり、はい、いろんな世界の教会のニュースを見られたでしょうか、うん、あと大変なことが今実は起こっているんですね、はい、つい先だって国連総会が開かれました、はい、その時にローマ法王がやってきました、うん、そして政教演説をしたわけです、はい、その内容が何であったかということをインターネットは、はい、教えているわけです、うん、まだ彼が、はい、世界の今度はカソリックの人ですね、ローマ法王はプロテスタントの有名な牧師、はい、プロテスタントの中でもペンテコストカリスマという聖霊の賜物を信じるグループの、はい、有名な牧師、はい、また福音派の、はい、有名な牧師たちを、はい、招待したという、はい、まあ、キリスト教の牧師ですから招待するおかしいとも思えません、はい、ある面立派なこととも思いますけども招待した、うん、そしてまた、はい、招待して世界のまた宗教家も招待した、その中に
イスラム教の指導者も入っておったというので、私もそれを聞いてね、びっくりしました。まさかイスラム教は入らないんじゃないかと思った、ね、ヒンズー教だの仏教だの、うん、いろんな宗教の人たちがね、はい、日本の有名な、はい、この、宗教家が、はい、ローマ法王に謁見を求めて会ったというのを、私はローマに行った時ね、バスガイドの男性の、はい、器から聞きました。あなた方日本の有名なあのね、あの方がローマ法王に会いにやってきたんですよ、私はその案内をしたんですよということをね、聞きました。ですから世界の宗教家たちはその自分のグループを、はい、牽引づけるために、自分の働きを牽引づけるために何をするかというと、ローマ・バチカンを訪問するんだなということがあるのに分かる。なんでキリスト教の世界にこの仏教徒の指導者が行かなくちゃなんないのとこう思うわけですけどね、うん、イスラム教の指導者まさかと思ってね思うんですけど、その人たちも招いた、みんな円卓会議のように招いた、うん、まあそれはある面ね分かるとも言えますけれども、はい、このプロテスタントの、はい、ペンテコストカリスマの神の言葉を唯一の言葉として、ね、信ずる人たちを招いて、はい、その人たちが、はい、このマリアさんを拝んだり、ね、聖人を拝んだり、神様の、はい、代理人として聖人に祈ったりしている、はい、このグループの、はい、人の招きを受け入れて、そして彼も私たちの兄弟ですと言って喜んだ、ね、その招きに応じて、ね、感謝を捧げたということを聞きました。皆さん私たちが最も、ね、よく知っている、はい、本を読んでいらっしゃる、ね、その方がそこに行ってそういうことをおっしゃったというので、私もすごいショックを受けました、うん、なぜすなわち、うん、世界のあらゆる宗教家が自分の宗教の立場を超えて、ね、一つになりましょう、ね、一致しましょう、そして世界の混乱をなんとか解決しましょうという、ね、メッセージを語ったらしい。宗教の違いを乗り越えて、日本の夢の政治家が、皆さん私たちの、ね、岩手県の代表する政治家も、ね、キリスト教は、ねね、領権の狭い、ね、宗教だと言って非難したことがあるわけです、うん、はい、その人はともかく、ね、有名な哲学者もまた言ったわけです、ね、キリスト教は、ね、狭い視野に立った考え方である、ね、博愛的な考え方ではないということを言ったわけです。うん、すなわち、ね、仏教ではダメだ、何教ではダメだ、キリスト教だけでなくてはダメだということを言って、はい、その、ね、自分の群れ以外の者たちを受け入れない、ね、そういう宗教は視野の狭い、ね、人々であって、ね、本当の愛を実践していないと、こういうわ、ね、日本のだから縄文時代の日本人のあの生き方は素晴らしいというようなことを言って、マタイの皆さん、はい、三条の説教を読むと、はい、狭い門から入りなさい、命に至る門は狭く、ね、これを入る者は少なく、はい、滅びに至る門は広く、これを通る者は多いとこう言ってるわけです、はい、真理というのは、はい、簡単に言うと狭いんです、うん、狭いんです、はい、すなわちイエス・キリストが、ね、唯一の救い主ですよ、この方以外には救いはありませんよとペテロが語った、はい、それが、はい、真理です、はい、イエスというこの天国に至る道、はい、橋、はい、はしご、はい、この方を通して、はい、私たちは天に至ることができる、はい、キリストの十字架と復活を通して、はい、昇天を通して私たちは、はい、天に至ること、神様に、はい、つながることができますよ。ですから神に対する悔い改めと主イエスを救い主として信ずる信仰によって私たちは救われるんだとこう言ってるわ。
ですから狭いわけです、はい、狭いわけです、はい、昨日おととい、はい、おでてのあの集会場で、はい、音楽会が開かれました、はい、そこへ私も吉久牧師も、はい、500円払ってね参加しました。11時から、はい、10時からスタートするんですけども、11時から、はい、2番目ですか3番目の、雫市の、はい、いつも私たちの映画界で、ギターを弾いてくださる東京から来る方がいらっしゃるわけですね。王兄弟と言ったらいいでしょう、王さん、ね、はい、彼がそこへまた今年も出る、毎年毎年出る、はい、そして7曲彼は演奏しました、はい、そして、全部アンプしてね、73の人ギター弾くんです。こうしてあの自分で作った詩を曲をつけて、そして演奏して終わった、うん、終わってね、あのロビーに出て行ったんです、うん、そうしたなら去年と同じ人に会った金曜日、うん、昨日やったんですけど金曜日彼は NHK のラジオに出たんですね。王さんびっくりしました。私ちょっと気がはぐっちゃった、はい、ラジオのその時ラジオの、はい、司会者をやってるのは誰かというと、はい、T さんという、はい、方なんですよ。音楽に非常に詳しいね、はい、T さん高松の音楽さんにも出ておった T さんという方なんです、はい、その方が去年もそうでしたけれども、はい、この雫市に来る、ね、東京に半年盛岡に半年生活する王さんの歌を評価してくださった。それで今回またこの聴きに来られた、はい、聴きに来られて彼は、はい、この7曲を聴いて、ね、涙を流して聴いてたって言うんですね。と思って私、ね、王さんのあの、ね、歌涙が出るのかなと思ったんですよ。面白い歌なんですけど、それを彼はね、はい、T さんは NHK のその司会では、ね、涙流して聴いて、はい、そしてロビーで私と吉久牧師と、はい、その王さんと T さんが、はい、会いました。そして、ね、私と吉久さんが父と娘であるということが分かりました。そして、盛岡聖戦教会の牧師であるということも分かりましたけど、はい、そういうことが起こりました、うん、どういうふうにしてそれは私はいつも地域伝道やってるわけです、はいはい、今晩もたくさん行きますけれどもやってるわけです、はい、それで今年このリバイバルの歩みをしてるわけです。そのリバイバルの歩みは何か、はい、感謝と賛美の歩みなんです、うん、はい、親戚のいとこの、はい、息子さんが、ね、問題を抱えた、はい、それを私に教えてくれた、感謝をしました、はい、また先だっては先週は、はい、私のいとこ3つ年上のいとこが、はい、いとこに私電話しました。何十年ぶりかないかと、はい、大変喜んでくれました、ね、今度は必ず浜松に寄ってくれよと言われました、ね、美味しいうなぎの、ね、あの蒲焼きをごちそうするから寄ってくれとこう言われましたので、はい、こんな必ず寄りますとこう言いましたけれども、彼私と3歳の違いなんですけどね、実際あなた私の下じゃないのかいとこんなんと言ったもんですからね、ちょっと私のいいとこね、一緒じゃないだろうけど、その奥さんがね、最近うち の父さんね、ケチになってるんですよとかね、はい、そして毎日外に出ていくんですよと、まあ、どこ行くのか知らないけど、とにかくね、いろんな場所に出ていくんですよ、ね、ケチになったんですよとかね、また私はすごく叱るんですよとかね、今までないことらしいんで、私のそのいとこってすごく優しい人なんです。うん、はい、そして立派な大企業に入って、ね、定年退職しておるんですけどもね、はい、彼に電話をしたわけです。すごく喜んでくれましたけど、そのことがちょっと気にかかっておるんです、うん、何、はい、この人も、はい、福音を、ね、知らない、信じていない、彼の姉さんから、94歳の姉さんから、91歳の姉さんから、ね、80歳の兄さんから、ね、片橋からこの間の旅行で、はい、入信させ、そして洗礼を授けさせてもらいました。今度はね、あなただよということを話しました。あなたもぜひ教会行ってくださいと言ったら、はい、何とか考えますとか言ってくれましたけどね、はい、そんなことがありました。はい、今、はい、感謝の歩みをしているわけです。感謝の歩み、はい、感謝の歩みって何か、はい、常に喜び、絶えず祈り、全てを感謝しなさいという聖書の御言葉を信じる、
はい、神様が天地宇宙すべてを作り、はい、その中のすべてを作った神様が私たちの生活のすべての中において、すべての道において生きて働いておること、はい、悪しきことも悪いことも、はい、ね、悪いことは悔い改める必要がありますけども、その出来事をも、はい、感謝を持って受け入れるときに、はい、神様はその一つ一つを益に変えてくださいますよ。神様を愛し従う者たちには全てのことが働いて益となりますよ、というこの信仰に立っているわけです。神の言葉に立っているわけです、はい、宗教の違いを乗り越えて一致しましょうなんてことが果たしてできるんでしょうか、渡る君。できませんです、うん、できませんです、うん、それぞれの、はい、宗教にはそれぞれの霊が働いているんです、うん、仏教には仏教の霊が働いているんです、はい、イスラムにはイスラムの霊が働いているんです、はい、教会には、ね、聖霊様が働きますけども、また、ね、悪霊たちも教会にも誘惑をして働いてくるわけです、はい、毒麦を、はい、生やさせるわけです。ということで、はい、一致することはできません、ね、形だけをやりましょうとこう言ってるわけです。経験の形、信仰深い、ね、表面、外面を繕いましょうということを提案しているわけです、うん、政治的なことをこの宗教家がやっているわけです。今の道枝さんが語っているように御霊に従って歩み、御言葉に従って歩むということをしないわけです、うん、そして、はい、この終末の時代を私たちは今迎えているということ、はい、ですから神様はその違いが、真理に従う者と従わない者との違いをはっきりしますよ。いつ、はい、それは今、今はっきりすると同時に、はい、終末のイエス様が再臨した時にさらにはっきりするということが起こるの、はい、旧約聖書をずっと見ていただくと、はい、アブラハムの子孫と、はい、それ以外の子孫たちの違い、はい、エジプト人と、はい、ユダヤ人との間の違い、はい、エジプト人の、はい、地は真っ暗闇、はい、五千の地のユダヤ人の地は光が注いだというように、はい、その違いが明確に出てくるんだということをどうぞ覚えていただきたいと思います。ということで時間が来ました。ご起立ください。橋の337番これを歌って最後にして終わります。言葉をありがとうございます。主に使えるもの使えないものの違いをあなたは明確にする、ね、預言者と偽預言者の違いを明確にするさせるとおっしゃっております。その身によって違いを分かるとあなたはおっしゃっておりますから感謝いたします。聖霊様、豊かなどうぞ我ら生涯、どうぞ旧霊の身を、悔い改めの身を、聖霊の身を、どうぞ神様義の身を結ぶことができますように助けてください。信仰の霊イエス何なと思います、縛る傲慢高ぶの霊イエス何なと思います、縛る占いの霊、予言を阻む霊イエス何なと思います、縛る聖霊様、お一人々の魂に触れあなたの御地上の栄光を豊かに表してください。
魂をイエスになれと前の命です。完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、癒さ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 れ、聖霊様、どうぞ神様の魂に触れ、総打から、どうぞ統合失調症から、またどうぞ肉体の、どうぞ脳の働き、内臓の一つ一つに触れてください。どうぞ死を癒し、糖尿を癒し、またどうぞ神様、歯に触れ、目に触れ、脳の働き、内臓の一つ一つに触れてくださいますよう、お願いします。あなたの信ずるようにあなたになれ。イエス様の御言葉を心から感謝をいたします。イエス様の御名によって真に感謝してお祈りします。アメン。それでは、ハレルヤ、ハレルヤ。はい、これを歌いましょう。ビビングの14番。イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります。愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後も、いよいよ限りなくあらんこと。アーメン。はい、そして田沢湖に行きます、はい、田沢湖の、はい、家族、はい、2人の方が父さんと娘さんです、はい、風邪をひかれた